こんな調子じゃよ、インターハイ優勝どころか入賞も無理なんじゃねえの。そうだよな、やっぱり俺たち木の瀬を頼みの綱にしてたしな。俺たちは天才じゃないからな、限界があるんだよ。そうですよね、僕たちじゃダメなんですよね。インターハイ優勝、夢だったんだけどな。そうだな、来年こそはって頑張れるかな俺。おいお前ら、そんな話をする時間があったら練習をしろ。そんなことばかりやっているからなかなか上達しないんだ。でもよ宮地、あれを見てると、いや木の瀬が悪いっていうわけじゃない。本当は心のどこかであいつに頼ってた俺がいたんだ。そうだな、ミスしても木の瀬がカバーしてくれるって甘えていたのかもしれない。僕もです。木の瀬くんがいれば優勝できるって。まあまあ宮地君、彼らは彼らなりに弓道に対する思いがあるんだよ。そうですが部長。ただ発言には気をつけようね。自分がスランプに陥った時に今の会話を自分が聞いたらどう思うか、それを考えてほしい。すいませんでした。考えなしでした。木の瀬が聞いたら傷つくのに。そうですよね、僕軽はずみな発言でした。分かってくれればいいんだ。インターハイまで時間がない。練習できる時にたくさんしておこう。はい。宮地君の気持ちは嬉しかった。木の瀬君に聞こえないように配慮してくれたんだよね。そんなつもりじゃ。木の瀬くん、どうかした？部長、大会のエントリーですけど、僕を外してください。おい、木の瀬、お前、木の瀬、そんな。木の瀬、お前は何を言って。木の瀬君、どうして今の時期にそんなことを言うの。今の自分では何の役にも立てないから。だからお願いします。
そんなことって、僕はどれだけ頑張っても出場できなかったのに。おい、小熊。小熊、気持ちはわかるが、今は落ち着け。でも、僕だって出たかったのに。僕が欲しくても手に入らないものを簡単に手に入れて、勝つ勇気がなくなったらいりませんって。そんなの、努力してもうまくできない人がいるのにひどいよ。最後まで逃げてほしくないよ。俺、あいつ追いかけてきますわ。俺も行く。頼んだ。悪いな。悪いけど、それは断るよ。部長、本番でいきなり的に当たるようになるとはとても思いません。だから、他の部員の方が絶対にいいです。それを決めるのは、部長である僕であって、木瀬君、君ではないよ。誰を大会に出場させるかは僕が決める。これは誰にも口出しをさせない。部長。部長、わかりました。少しでも調子が戻るように全力を尽くします。おい、部長は。中途半端な優しさはね、きっと木瀬君のためにならないよ。今まで何でもできたんだ。こんな風にもがいたことはきっとないだろうね。でもだからこそ、その苦しみを乗り越えた先に見えるものを見せてあげたいんだ。部長の言う通りだ。普通のやつなら誰でも通る道だろう。木瀬は天才だから何でも器用にこなしてきた。それができなくなっているということは、少なくとも木瀬にとって弓道が特別な意味を持ってきたということだと思う。木瀬もしっかりと今までの分もがけばいい。そうだね。時にもがき、あがくことで人は成長する。それを超えるまでが一番辛いんだ。今、木瀬君はその段階にいる。大丈夫。俺はあいつを信じてる。木瀬は必ず立ち直って、俺たちの元へ戻ってくる。お前もそう思うだろう。僕は待つよ。確かに時間はないけれど、それでも木瀬君は僕たち弓道部の大切な仲間だから。
はい。いえ。違う！弓のせいじゃない！僕のせいです！全部わかってますから、腫れ物に触るように接するのはやめてください。僕が悪かったです。いきなり大きな声なんか出してしまって、情けないところを見せて本当にすいません。大丈夫か？木之瀬君も悪気があって強く言ったわけじゃないと思うから許してあげてね。そんなことないよ。木之瀬君はただ素直に甘えられないだけ。本当は誰よりも君を必要としてる。木之瀬は本当に弱くなった時に甘えるのが苦手なだけだ。お前が迷惑なわけではない。ああ、綺麗に切れちゃってるね。だけど今は木之瀬くんの方が心配だ。一緒に木之瀬くんを追いかけよう。宮地くん、少しの間部をよろしくね。はい、任せてください。先輩、それに部長。後で弓矢直してあげるよ。すぐに元通りになるから。迷惑をかけて申し訳ありません。僕、邪魔になるなら退部します。木之瀬君、そんなに大事に捉えなくても誰でも通る道なんだ。スランプで苦しくても木之瀬君は弓を引き続けた。決して逃げなかったよね。だから木之瀬君なら大丈夫。部長、何か一つしかできなければきっとこれでいいのかなって悩むこともない。だけど木之瀬君は何でも手にできてしまう。だからこそ迷ってしまうんだよね。悩んで挑戦して、それでもダメで、それを繰り返して自分のダメなところをしっかり受け止めて自分と戦うんだ。弱い自分を見つめて認めて、それを克服していく。そうやって人は大きくなっていくことがとても大事なんだよ。自分の道っていうのは必ずしも
一つの道を選ばなくてはいけないわけではないんだよ。見た目は同じ一本の糸でも、単なる一本と細い糸が無数に編まれて一本に見えるものがある。そんな風に木ノ瀬くんの紡ぎ方次第で、君の道はどんな形にもなるんだ。はい。僕には執着していることが三つあってね。以前はどれを取るか悩んでいたんだ。少し意外ですね。そうかな。僕も悩むことはあるよ。でもどうにかして一つに決めようって思ってね。だけど目に映るすべてを全力で刻みつけようとする彼女を見ているうちに目が覚めたんだ。え、先輩ですか？そうだよ。今は全部この手に包み込めるように頑張ろうと思ってる。最初から結果を求めちゃいけないんだ。そこに向かう過程が本当は何より大切。少しずつ努力していけば、おのずと結果はついてくるものなんだよ。木ノ瀬君は射手座だったよね。射手座は自由の星。何かにとらわれたくないという気持ちはわかるよ。でもそれなら、囚われたくないっていう気持ちにも囚われずに全部に勝てばいい。あ、そうですね。僕、こんな部長の力説を聞ける日が来るとは思ってもみませんでした。僕が言いたいこと、分かってくれたみたいだね。僕、練習に戻ります。心配してくれてありがとうございました。木ノ瀬くん、元気を取り戻せたみたいでよかったね。聞いてくれるの？そうだね。何から話そうか。
さっき木瀬くんに言った通り、僕も西洋占星術と茶道という二つの道が見えていて、それだけじゃなくて弓道も大事で、だけど三つのうち二つは諦めなくちゃいけないんだって最初から覚悟してた。でも君は天文学も弓道も他のものも何でも全力だよね。まるで諦めなんて言葉は知らないみたいに。そんな君を見てたら、最初から三つのうち二つを諦める覚悟をしてる自分が恥ずかしくなったんだ。ううん、そんなことないよ。本当に君は頑張ってるし、それにもう一つ、絶対に諦めたくない大事な人ができたから。その人は僕が他のものを諦めようとするとすごく悲しそうな顔をするんだ。僕はその人を絶対に悲しませたくはないから、そのために自分ができることは何でもしようって思った。僕は自分に負けないって自身に誓ったんだ。いや、これからは君に誓うよ。言葉通りの意味だよ。本当はもっと分かりやすく言いたいんだけど、どうやらこれ以上は受け止めてもらえそうにないから。君、顔が真っ赤だよ。今日はこの辺で勘弁しておいてあげましょう。これで木瀬くんも大丈夫なはずだから、僕たちもインターハイでの優勝を目指して頑張ろうね。